どうも、うらもっちゃんです。今回はですね、キャンプではなくて、グランピングに行きたいと思います。グランピング、俺初めてなんやけど、福岡、小倉に、平尾台っていう山があるよね。今年の5月からオープンしたばかり、でもコロナの自粛っていうか休業要請でできてないっていうところが6月から始まったんですけど、今日はね、そこに遊びに行きたいと思います。今日はね、テントとか一切持ってきてない。もう何も持ってきてない、手ぶらです。まあ一応撮影するけん、カメラとかは持ってきとるけど、本当に手ぶらでいいんやかって感じで、俺着替えも何も持ってきてない。本当何も持ってきてない。ただね、ちょっとね、空見るとね、晴天ではない。予報はね、晴れやってないけどね、ちょっと曇りやね。青い空が欲しかったけど、楽しんでいきたいと思います。サバゲー来たところじゃない？ほら、デイリー行くっつって歩いたところやん、ここ左側。なんだか、もうほぼじゃないやん。あそこにあるデイリーか。こっち？あれ。これ見えたら向こう側デイリーあるから。確かにでもあのサバゲーも平尾台だもんな。このデイリーで出たよね。ここら辺めちゃくちゃなんか、見てあそこのさハゲた山みたいなやん。バーってほらえぐれとる。あそこは昔隕石が落ちてきて山がバーンってえぐれたって。知らんけど、すごいね、マジでガーンイグルトやん。なんなんやろあれ、分かる人ちょっとコメント欄で教えてください。あれ何なんですか、グランあ、これか、グランピング宿泊者駐車場。ここに飛んじゃおう。よし、お疲れ様です。お疲れ様です。あの日朝起きれました？起きたよ結構もうヘロヘロよし、美味しいよ。マジですか、うわ楽しみ。いやもうここ2日3日4日キャンプしてもう疲れたんですよ。いっぱいで自分でやるのちょうどめちゃくちゃ。スマスクしっかりこれしまいます。めっちゃちょうどよかった。最後にグランピングでよかったと思ったっす。めちゃくちゃ、ね、最初にグランピングしてゆっくりだった。逆は嫌。逆は嫌や。えあんなかっすか。めっちゃいいけど。マジですか。強烈に大きい。おお。え、あ、こんにちは。お支配人の、あ、はじめまして、うらちゃんです。うらちゃん、うらちゃんです。はい、うらちゃんですってやってます。はい、ちょっとなんか懐かしい感じ。お願いします。お、やっと。え、これってみんなにやってるんですか。皆さんに。お、あ、いいです。あ、すごい、マジで手ぶらっすよ、本当に。もう撮影器具しかないんで。あ、そうなんです。もうなんとうらちゃんが本当に手ぶらでいいんですか。そう、2、3回ぐらい聞いたっすよね。本当に。え、すごい。やばっ。かんちゃん、ちょっと向こう、かんちゃん、かんちゃん、向こう向きから行きますね。できます。 BBQ 広場。え、あのバーベキューもできる。やばいっすね。こんにちは。なんこれ、なんこれ、どういう仕組み。ここどういう仕組み。うちのバーベキューとは別、もう自分たちで持ち込んで。あー、なるほどなるほど。あ、そういう感じなんですか。ここはもう、ここはここで、いくらとかで貸してるとかあるんですか。そうそうそう。あ、で、はい。まあ、食材とか持ってきていただいて、はい。状態で2,000円。おー、あ、場所貸しで2,000円。あ、めっちゃいいですね。キャンプ場よりかもうちょっとこう、そうですよね。軽いですね。あ、だけど、あの、泊まりは来んけど、バーベキューだけしに来たりとかもできるんですね、ここ。あ、めっちゃいいじゃないですか。ちなみに貸し出しとかはあるんですか。コンロのとか。あ、じゃあ別に食材だけ持ってきてでもいいんですよね。もうコンロで借りて。ええ、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃ良くないこれ。やばいっすよこれ。ここの絵をちょっと携帯で撮りたいな。ちょっとやばいな、えぐいな。だったら違うっすもんね、この肉眼で。そうそうそう、ちっちゃくなっちゃう。肉眼で見る感じじゃないと分かんないっすね。すげえ、マジすげえ。すごく、え、てかいいな、音もいいな。あ、はい、これフリですか。塗ったままだから座らないようにって言って座らせるフリですか。なんか触るのって触りたくなるんですよね、こういうのって。やめなさいですね。はい、音楽堂なんですかそれ。ああ、フェスやったっていう。あの映像って軽くちょっと使って紹介してもいいですか、一瞬どっかあの動画で分かりやすくパッて。
your face. Tonight I'll meet you in our favorite place. Just can't let this wait one more day. But I'm scared as hell. いや、俺も行きたかった。お邪魔します。はい、お、これじゃあ熱高かったら帰らなきゃいけないんですか。いや、もう大体大丈夫です。大体大丈夫じゃないでしょ。大体、はい、正常ですね。何あれ、すごい。じゃあ、シャラシャラ皆さん、これです。おー、ジンジャーエールでお願いします。気分になるな。最後デトックスウォーター。けど、うらちゃん来るって、一発ね、はい、サウナどうかな。え、サウナするんですか。うん、どうしよう。テントサウナ、テントでサウナ事務所式、あの苦しいんですよね。あのサウナ好きじゃないんですよね。ちょっとチラ見していいですか。でも、あ、こんな感じで開くんですね。え、これで、うわ、やば、絶対やば、いや、えぐ、苦しい、苦しい。あの、あれでしょ、こうやってサウナ好きな人があって、気持ちよそうって顔の絵がいいじゃないですか。俺、苦しそうな顔しますよ。マー君、サウナとか好きそうだな。ちょ、マー君に やらせましょう。どう、マー君って。俺、サウナ嫌い、あんまり好きじゃないけど、どう。生き人ですよ。すごっ。これ、キラキラ夜光るんですね。そうですね、はい。黒くなったら自動で。あ、そうなんですか。自動でもつくんですね。すげえ。あ、なるほど。一重だと、普通のテントって一重でしょ。はい、二重にしとかないと。二重、三重ぐらいあるんですよ。やばっ。あ、テントウムシ。テントウムシ、テントだけに。これって、ここからは脱ぐものなんですか。そこで、靴を中でよく脱いでいただいて。ここで、すげえ。やばっ。これカルドと来るもんですね。え、やばっ。え、しこれエアコンですか、それ。エアコン、ちょっと暑かったんで、軽くドライを入れて。すごい。クラス、はい、はい、欲しいんですか。これがつくんですね。夜相当絵になるんですね、これ。ありますね。やばいですよね。冷蔵庫。これ上は、上は冷凍庫。すげえ。カップもついて。ホテルじゃないですか。っていう、これ電源はこれ次に使っていいんですね。ああ。こんなベッドで寝れるんですか。結構皆さんやっぱり熟睡できたっていう方が多いですね。ああ。そうですよね。昨日泊まられた方もやっぱ仕事で忙しかったけど、ここって本当に熟睡できましたって。確かに最高。下の方で全部集まる形になって、はい、満中で。ああ、そこに合わせて。はい、そうですね。Wi-Fi のパスワードここに載せてます。おー。で、さっきのやつですね。そうですね。で、直通の電話と、あとは公式 LINE でメッセージでも、あの、ご用件がありましたらお待ちいただきます。あ、そうなんですね。LINE でパッてなんか言えるんですね。はい、これ持ってきて。あ、そんな、あ、すげえ。そういう感じか。焚き火好き。焚き火したいっす。焚き火したいっす。お風呂入るときはもうこの辺のやつも好きに持って行ってもらう。これか。シャワー。シャワーって書いた。おお。お？一応浴槽あるんや。トイレとかどこでするんやろ。トイレがやっぱりさ、気になるよね。これトイレってどこにあるんですか。あ、トイレこっちか。やば。これ綺麗すぎやろ。キャンプのトイレじゃねえもん。あ、綺麗だ。よかった。お？噂の。それ本当どのぐらいの程度の虫に効くんですかね。電圧 2500V から 3000… やばくないです、やばくないですか。ちょっと後で虫来たらやろう。なんかいきなり虫殺しに行くのなんか絵的に良くないね。急になんか良くない。いきなりなんかそこら辺におる虫、なんか虫がわーって来たらしょうがないけど、ビシってするのはいいけど、なんかそこら辺におる虫を取る絶対良くないでしょ。じゃあ一旦乾杯ということで。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、めっちゃ良くないですか。なんかもうこの、なんだこの岩みたいな。ジブリっすね。もう勝手にトトロ置いちゃいましょう。北九州じゃないですもん。別の国ですよ、これ。歩くだけで最高なんですけど。平方メートルだったら6万平方メートルだったら。なんですか、それ。計算できない。ちょっと30平方メートルやめてません。住みにいんです、そこら辺。なんですか、これ。あれ誰ルンバの。え、これルンバの外番っすか。初めて見たんですけど。ちょっと邪魔していいですか、一回目の前に。こんにちは。あ、ごめん。あ、ほんとだ。おー、ごめん。すげえ。俺のせいでちょっと整備が雑になったかもしれない。こいつがいるから、はい。あ、これがこの、ほら。保たれてるんだ。これを、やらせてるんですか。やばっ。
ここでフェスやったんですか。すげえ、こんなものあったんですね。っていうか、全然知らなかったんですけど。めっちゃ気持ちいいとこ今から連れてくる。お、めっちゃ気持ちいい G スポットってやつですね。じゃあそうでしょ、一番気持ちいいスポット。もう G スポットだそうですと言ってました。俺が言ったとこはカットします。俺なんか悪いやつ。そう、悪者にしていく動画を作っていくんで。え、なん？なんもないよ。やば、こんな高いとこなのに。やばい、これ今ここやば。やばいやろ。これってもしかしてあのキャンプ場やん。去年の8月ぐらいに行ったキャンプ場だ。ここなんだ。あそこのとこ泊まって、向こう側の山見て、すげえって思ったんですよ。申し訳ないですけど、こっち知ってしまったんで、自分も今。はい。いくぐらいですよ、これ。これね、みんな、わからんかもしれんけど、すっげえ遠いんよ。だから、ね、目がおかしくなると、なんか、これ、肉眼で見られる距離じゃないのものが見えてるみたいな。そんぐらい遠いものが見えてるみたいな。なんちゅうやろ、もう、それ、えぐい。なんか、ひどいこと言って虫いないですよね。全くいないわけないですけど、全然いいんじゃないですか、もうポンって。森がないから。確かに開けてますもんね。毎年2回野焼きするし。あ、そうなんですね。すげえおもろい。え、野焼きみたい。冬の後ですか。春の前。冬になってないですよ。そこだけ冬になって冬一緒やろ、一緒やろ。春の後、まあ、前とさ、冬の後一緒やろ。あっち全部燃やす。マジっすか。え、よくないですか。すげえよ。え、それ絶対言ってください。野焼きの前の日そんななかなか見れなくないですか。いや、なんかね、すごい不謹慎かもしれないですけど、火事って人が集まるじゃないですか。なんか火ね、本当にやじ馬っていうような、ね、でも安全な火事よ。それめっちゃ絵になるし。いや本当にすごいなと思って。いや見て見て。さあ今からご飯行きます。いいな、これだからね、家族連れできたらここでなんかね、キャッチボールしたりとかね、なんかサッカーしたりとかもできる。柔道したり、柔道したり、空手したり、ボウリングなんかしちゃったりして。あ、お待たせしました。すっげー、ありがとうございます。おお、4種類ですね。今取り合わせてご準備してます。最高、やば、最高。いただきます。うん、最高。めちゃくちゃうまい。コース出てくるんですね。そうそう、キャンプってなかなか他の県からって言ったらすごい大変じゃないですか。でこういうのだったら別の県から来ても手ぶらで来れるから、まあ本当ホテルみたいな感じで遊びに来れるから、それでこっちの地元の食材使ったのってめちゃくちゃいいですね。こんにちは。リリカちゃん。はい。あ、じゃあお一緒しましょう。ハムエッグ。おお。あ、いいですよ。全然食べてください。全然。いやいやいや、食べましょう。やば。エッグ。やば。肉は塩コショウ振ってませんのでスパイスボックスの。うわ、すげえ。それこんなになってますか。はい、こうとこうでとか。いいね。え、軽く見せて。うん。うま。言われたことないかもしれないですけど、俺がっすか。絶対ない、絶対女やし、性別、性別違うし、どこ意味だから。私のこの角なのか、マジ見てますよ。石原さとみって視力悪いじゃないですか。石原さとみじゃないよ。本当に俺たこめっちゃ似てますよ。石原さとみをご存じない。後ろ、ほら今こっち見て、ほら見える。そうそうそう、いや俺だってもう筋肉痛で体中しんどったくさ。2日3日ぐらいずっとバキバキやろ。うん、マー君サウナ好き。サウナ、うん、うん、好き。お、じゃマー君に入ってもらおう。なんでもうすぐ入る。いや、もうちょい待ちなさい。来て速攻脱げや、怖いな。あ、じゃあ今日はサウナなしで。だって汗かくじゃん、めっちゃ。シャワー本当に。おー、はい、言い訳できない。お肉足ります。美味しいです。よし、やった。これ私の案というか、任せた方がいいだろう。あ、あれですか。はい、じゃあよし、じゃあお酒につけときます。お願いします。つけていただきます、酒井。めっちゃおしゃれ、さっきのところ。さっきずっと今ご飯食べてました。2時間、3時間ぐらいかな。で、今から俺は一人で焚き火をしようかなと。なんかね、本当はね、焚き火ここがね、まだやってないんですけど、特別に焚き火やりたいよって言ったら、はい、しゃれなぁ、ということで準備してもらいました。なんか火あります？火じゃ、火です。あ、なんかすごい。絶対ますね。こんな感じで。はい。はい。お、ガッツリも。で、今度この火吹き棒。
でっかっ。でも普通にさ、もらえたやつ作るね。一本つけばいいでしょ。管理人さんが来る前に全部火つけてみた。いけるいける。小さな火かな。小さな声だから。火付け師。誰が炎上者や。いい感じだね。気まずついちゃったよ。勝った。勝ち申した。あ、ついちゃった。やばい。すげえ、ガチだと思ってきたやつそれ。いや、かわいそう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よいしょ。え、フェザースティックあるやん。あったんかいこれ。これがテント。後でまた全体で映すけど、めっちゃおしゃん。映えるよ。これが大自然の中。標高何メートル知らんけど。最高。お、入った。よかったよかった。よかった。え、サウナーがそんなに好きじゃない。いやいや、山さんでも。フラボッツンでもいけると思うよ。マジで。全然いい。マジっすか。嫌いやったけど。好きなんですか。好きになった。うそ。そんな急に。整うの意味が分かりますもんね。いや、絶対整ってないでしょ。絶対整ってないで、水風呂入ったわけじゃないでしょ。めっちゃ分かった。絶対それ嘘嘘でしょ。嘘嘘。喉がさ、焼ける感じあるやんさ。うん、あれがない。あ、ないの。ないない。俺それが嫌で。そうそう、同じく同じく。我慢比べみたいな。はいはい。汗ガンガン出してみたいなのがあって、はい、すげえ嫌と思ってたの、うん、そうじゃないですか。いや、むしろ気持ちいい。外出た瞬間よね。ああ、出た瞬間の開放感がすごい。いや、むっちゃいいわ。いくらむちゃ。いや。いかんのかい。じゃあ、わさわさわさ。あった、熱感、熱感、熱感。ありがとう、ありがとう。大丈夫。大丈夫なのこれ。大丈夫なのか。白。ですね、緊急事態が発生しまして、ここね、電気圏つけっぱなしにしてたからガが出ていたんですよ。害虫駆除、駆除やったらやない。ああ、いいね。でっかく黒ってのがやばくない。もうね、色がやばい。やば。いや、その一気にバーってかけんと、もうそんなうわっ、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 うわ。行きます。はい、オッケー。渡すわ。よし、じゃあこれをまず、はい、今時入れここ入れて、はい、どこどこどこ言ってするの。そうそうそう、ダイナと殺さんと。よし、ごめん。はいはい、オッケー。はい、で、こんな感じで、はい、あっぱり。よっしゃ、じゃあ一回電気消そうぜ。ムロちゃん、これでいいんだろ。待って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 、ムロちゃん、はポットからお湯を救出する。あ、いやいや、もうポコッと取って、あの、あったまっと。うん、で、それが切れ、熱っ。うん、もうあったまっと、あったまっと、持ってよ。嘘っていうのじゃん。そうやろ、って沸騰したやから。怖っ、マー君。ああ、危ない、危ない。待って待って、完全にその完全に俺が濡らされたけど、足焼かれるとこだった。怖っ。なんかね、ゲームセンターでね、カップラーメン売ったんで自動販売機やって言ってる。ですよね。ゲームセンターじゃなかったよね。よし、じゃあお湯全部使います。いや、全部だな。俺の上残しとってよ。ゴミどうした。おしえん、おし、おしえろ。ちょっといいですか。いただきますよ、お先。めちゃくちゃうめえ。よし、じゃあ寝ます。寝す。
ヨヨ、矢野さんヨ、起きるよ、起きるよヨ、矢野さんヨヨヨヨ、矢野さん早く起きてよ、起きないのかヨヨヨヨ、起きた、おはようございます。え？マジ気持ちいい、最高っすね朝。いや、やまびこ .com やります。やっほー、帰ってこないぞ。でもちょっと響いたくない、響いたけど帰ってこんな。やっほー、すげえ声でか、うん、朝から出る声量じゃないの。確かに響きよね。ガーガお前来たぽっぽか。おはようございます。空気がいい、空気が。はあ。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。